復活の主を見るとき、そこに真実を見ることができます。それはとても重要です。真実を見る人は変えられるからです。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。イエス・キリストが復活されたと聞いて、弟子のトマスは信じられないと言いました。トマスは主イエスを愛していました。愛していたからこそ主イエスがよみがえった、復活したと言ってほしくなかったのです。イエス・キリストの復活の真実というものを知りたいからこそ信じられないと言ったんだと思うんですね。復活のイエスがトマスのいるところに現れて、私の手を見なさい、私の脇腹を見なさい、あなたの手を伸べてこの手の穴に指を差し込みなさい、私の脇腹に手を入れなさいとおっしゃったのです。どんな真実を見たか、主イエス様の十字架で死なれた事実です。これだけの傷を受けて生きている人はいません。死にます。イエス・キリストは十字架の上で死なれたのですね。そのお体の傷を見たら生きていられない姿だったのです。その傷を受けながらよみがえっておられる主の姿です。復活の事実を見るんです。復活は夢や幻、幽霊やゾンビではない、別の体でありながら元の体、これがイエス・キリストの復活の姿でした。その傷跡から見えるもの、私たちの罪のために打たれた傷だったということなんです。イエス・キリストの復活の真実を見るとき、私たちは2つのことをすることができます。主イエスを自分の主、自分の神とすることです。皆様の人生の主は誰ですか？あなたご自身です。自分が自分の主人なんです。自分の思った通りに生きていくのが自分の生き方だ。これが人間です。しかしトマスは変わりました。これからはあなたが私の主であり神です。トマスはどう生きたか、イエスのように生きたのです。デドモと呼ばれるトマス、みんながデドモと呼んでいた。デドモとは何か、双子という意味なんだそうですね。トマスが誰の双子か全然わかりません。当時の人々は言ったのです。トマスはイエスの双子である。トマスの生き方を見ると、イエス様と瓜二つである。イエス・キリストを自分の人生の主とし、神としたとき、トマスはイエス・キリストと瓜二つ、イエスの双子となったのですね。このイエス・キリストの復活の真実を見ることによって、皆様の人生が変わりますようにお祈りいたします。